タイタン 34D はアメリカ合衆国の主に軍事衛星の打ち上げに使用されたロケットである。タイタン3の派生機種で延長された第1弾と第2弾とより強力な固体燃料ロケットが特徴である。軍用としての引退後は少数が第2弾を延長して大型のフェアリングを含むコマーシャルタイタン3仕様に改造された。いくつかの通信衛星と NASA の マーズ・オブザーバー探査機は商業用仕様のコマーシャルタイタン 34D で打ち上げられた。完成上段ロケットやトランスファー・オービットステージやトランステージを含む多様な上段に対応可能である。タイタン 34D モードの最初の打ち上げは1982年10月30日でアメリカ国防総省の DSCS 軍用通信衛星を2機搭載していた。 すべての打ち上げは、ケープカナベラル空軍基地の LC-40、車上か、バンデンバーグ空軍基地の SLC-4、E 車上で行われた。15機が打ち上げられ、そのうち3機が失敗した。1986年4月18日、タイタン 34D は打ち上げ8.5秒後に、爆発した。ビッグバード衛星が破壊され、 バンデンバーグ空軍基地周辺に残骸と毒性のある推進剤が散乱した。1984年から1989年にかけて3機のボルテックス衛星がタイタン 34D で打ち上げられた。ありがとうございます。